今もう8時50分ですね。だいぶなんか波の方も緩くなってる感じですね。ここ材木座海岸のサーフィンが今撮影に集まりました。先ほどのディナムラガサクとかと比較しますと、やっぱりここは非常に波が小さいですね。やっぱし由比ヶ浜坂の下の方が波がこの打ち寄せられてるんで、あちらの方が高いと見出します。こちらの時だってね、ふざけによってちょっと波がですね、小さくなってくるんです。感謝しよう。ここは一直線でね、出せるんで、今一番引いてるぐらいだね。これはもう本当に腰ぐらいしかないですね。波の高さは腰ぐらいですけど、空は全く真夏の空になってまいりました。いい感じだね。いいんじゃないかと思いますよね。山中先はもう逆光の感じになって、遠くの方でやってますけどね、ピントがこの合わないというか、点となったサーファーと波と見分けがつかない感じでね、まあ感じ合って感じが来なくていいです。パドボと一緒にやってるからね。ビーチの波はね、ここは大きな波だなと、一方の波がビーチの波が、波は、ね、あっち向き流れてるね。こちらがすごい。